任に至った経緯を、説明させていただきたいと思います。先日の、16日土曜日ですね、姫FC戦ホームゲームが、ありまして、そちらの方で、0対1で、敗れるという結果がありました。でその結果をもってですね、最終的には、私ども、私を中心とした強化部とですね、経営陣との方と、私も経営陣の一員ですけれども、の方との、協議の結果として、樋口前監督には、退いていただいて、新しく、キナーヘッドコーチに、昇格してもらって、監督として残りの試合を指揮してもらおうということを、方向性として、試合の後に決めまして、で翌日の17日日曜日が、トレーニングマッチがありましたので、そちらの試合が終わった後にですね、樋口監督にその内容をお伝えして、ご了承いただき、でその後キナの方に、打診をして、そちらも、引き受けてくれるということで返事をもらえたので、今回、喜納哲博新監督の誕生と残りの8試合を喜納のもとやっていくということで、決まりました。で、その1試合負けたからということではなくですね、皆さん我々の成績はいつも追っかけていただいていると思いますので、ご存知かと思いますが、9月、10月と、7試合で4敗、9月が4敗、10月が1敗や1引き分けの後2敗ということで、7試合で1引き分け6敗、21勝ち点が本来あるところを、勝ち点が1しか取れてないというところで、決断と、なった一番大きい理由ですね。ただその前までには51勝ち点、現時点で勝ち点52ですので、8月までに51勝ち点が積み上がっていた。これは、昨年をその時点で上回ってますので、素晴らしい成績ではあったと思っています。でそこは樋口監督を、中心とした喜納がヘッドコーチとして皆を、指導して、でそれで選手が応えて、3年間の樋口監督の指導の積み上げたものとして出てきた数字だとは認識しています。ただですね、それで一昨年を上回りました。今シーズンこのまま不安定なまま、もしくはずるずると良くないままシーズンを終えるというのは、我々 FC 琉球クラブとして受け入れられないという、そういう気持ちで最終的には決断に至って、この状況を黙ってシーズン終わりまで、よく頑張ったシーズンでした。で黙って見ているわけにはいかずですね、何かを変えていかないといけないと。で一番は選手がなかなかこう自信を持って、試合の中でゴールに向かって、攻めていくというところが見えないようにだんだんとなってしまっていたので、喜納がどういうやり方をしていくか、これから見ていただければと思いますけれども、そこのところを変えてほしいということで、就任にあたってもお願いをして、ここからの残り8試合で、必ず順位を上げていくためのサッカーができるように、そのようにお願いをしてやっていただくことにを決定して、そのように喜納、にも伝えています。で具体的には、今8位です。52ポイント、15勝12敗7分けで、先ほどもお伝えした通り、一昨年 J2 1シーズン目も49ポイント、2年目昨年も50ポイント、正直
このままで終われば今までと変わらないし、注意の、まあ、半分か半分より下ということになってしまうので、今年の前半は2位まで行ったこともありますし、3位4位を安定して進んできましたので、そこに戻れるように、J1 昇格っていうのは今からですと、まあ、奇跡のような出来事になってしまうので、まあ、そこを、まあ、100% 不可能ではないですけれども、なかなか厳しいところと考えると、そのすぐ下の3位4位へ入ってですね、来年、J1 から、まあ、今年の J1 の結果で4チーム合格してきますので、で来年からはJ2 のプレーオフというのが再開されますので、6位までに入れば昇格につながる戦いができるということになるので、まあ、落ちてくる4クラブが上位だとして、その次のところ6位までのところに入れるように、今年の成績でいうと3位4位に入れるように、そこを目指して、このまま8位で終わるでも満足はしないですし、3位4位そこに食い込むということを、目標に、やっていこうということで機内に伝え、その目標に向かってやってくれるということで、なってますので、そういった経緯と、まあ、目標を持って、今回の監督の交代に至りました。はい、私の方からは以上になります。また質疑応答は最後にお受けしますので、以上です。ありがとうございます。皆さんこんばんは。C19監督に就任いたしました木南哲也です。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。今回監督のオファーをいただき、それに至って、自分はヘッドコーチとして井口監督をサポートできず、まあ、本当にそれについては強い責任を感じておりました。しかし試合は続きます。今いる選手、スタッフ、みんなでこの状況を乗り越えたい、そういう強い思いもあり、今回チャレンジさせてくださいということをクラブのには伝えました。で、先ほどお話があったように、チームとしての目標は4位以内、4位3位、本当に簡単な順位ではないですが、そこに向かって本気に責任と覚悟を持って僕はトライしたいと思っております。僕は2016年から UC19 のコーチとして携わっています。キム・ジョンソン監督、樋口監督、その2人は常に攻撃なスタイルを貫いてました。で、残り8試合で自分も初めの監督として何を変えれるかと、大きく変えることはなかなか難しいと思いますが、やはり変えるところは攻撃の部分だと思っています。よりゴールに向かい、ゴールを奪う、そこのスタイルだけは貫いていこうと思っています。さらに前進させ、アグレッシブに躍動感のあるスタイルをピッチで表現し、そして多くのサポーターの皆様や、そして将来を担う子どもたちに勇気と感動を与え、そしてみんなが笑顔でスタジアムを後をできるように、しっかり結果と内容にこだわってトライしたいと思っております。今週末日曜日に早速松本戦があります。メンバーの18人、その選手でまずこの1試合をしっかり勝てるように、皆様にいい報告ができるように、頑張っていきたいと思います。今後とも、よろしくお願いします。本日はありがとうございました。お願いします。はい、これ初シーズンの
そうですね、グラウンドの上ではやはり、前監督から比べれば若いですし、選手の年齢も近いですし、でヘッドコーチという役で選手と本当によくコミュニケーションを取ってくれていたので、選手 の, その特徴も、まあ、ある意味欠点も分かっています。でその上で、選手がこうどうプレーさせればいいプレーができるのか、そこもよく分かっていると思いますので、そこを、期間は短い8試合なんですけれども、初めて見る選手ではなくて、もうずっとこれまで見てきた、毎日コミュニケーションを取ってきた監督の立場にいると、なかなかこう細かく毎日コミュニケーションって難しいんですよね。いなくてヘッドコーチという立場でやってきているので、選手たちのいい部分をもう一度引き出すには、ヘッドコーチから上がってもらうのが適任かと思いましたし、そういった部分で、今のなかなか点が取れてない、悪い試合ではないんです。大きく一昨年昨年のように大量失点をして負けるっていう試合は今ないですから、先に1点が取れるかどうか、1点取られた後にすぐ1点取れるかどうか、そこだと思うので、その部分をその攻撃のところですよね、何度も言ってますけど、ここをすぐに引き出してもらえるだろうということを期待、グラウンドの上ではしています。はい、で沖縄県の、ね、サッカーに関わる方として初めての J リーグプロの監督ということで、なってもらう、そこも当然我々クラブとしても意識はさせていただいて、FC 琉球というクラブがね、まもなく20年を迎える中で、やっと初めて地元の方がということで、今もたくさんの方に応援いただいてますけれども、より一層ですね、自分たちの地元のチームだということを強く認識してもらえるんじゃないかなという、選手も少しずつ地元の選手増えてますので、地元の監督が率いる地元のチーム、みんなで応援行こうということで、今コロナ禍でだいぶ観客が減ってしまっているので、少しずつにはなると思うんですけど、戻ってきていただけるように、そこの面でも引っ張っていってもらえたらなと、本当に米沢さん言っていただいた通り、沖縄県のサッカー関係の方で沖縄の名前聞いて、なんだろう、にっこりしない人はいないので、てっちゅうだよねって感じなので、本当にみんなに愛されている人物だと思うので、その部分でも期待しています。ご質問よろしいでしょうか。はい、ではよろしくお願いしますか。陸上コーナーを紹介します。広崎さんにご質問なんですけれども、菊池監督が大変を伝えられたと思うんですが、その時に何かどういうやり取りがあったのか、菊池監督の方から何か残りさせてほしいとか、そういうことがあったのかっていうのをまずお聞かせいただきます。はい、本当のことをちゃんと言います。三木さんが退任のコメントで書いていただいた通りです。残念だと、悔しい部分もあると、で3年目残り8試合でやりきりたいという思いは強くあるとおっしゃいました。まず最初で、そのすぐ後に、ただ、現状で言うとクラブがそう決断するのは仕方ない部分もあるし、直近の試合でこうなっているのは自分の責任でもあるから、納得はすると。でその上で由紀さんの方からは、次は気なにやらせるんだよなっていう言葉でした。なので我々はもちろんそうです、そのつもりです、これから本人に話します、お伝えします。これでいいですかね。あと選手にはどのタイミングで伝えて、どういう反応が出たっていうのか。はい、選手には、今週の水曜日、のトレーニングが始まるところ、20日ですね、月曜日火曜日オフでしたので、今回は
火曜日のトレーニング開始9時半に井口さんにも来ていただいて、挨拶してもらって、でその後来ながら挨拶をしてトレーニングを始めました。その場でした。はい、あともう一つだけなんですけども、まあ、今期まだ終わってはいないんですけど、まあ、来期の体制っていうのは、まあ、監督が誰かがいると今の現時点では、まあ、知らないと思っているんだ。そうですね、そこはまだ決定していることはまだないです。はい、ありがとうございます。他はよろしいでしょうか。はい、ではお願いします。広崎さんにお伺いしたいんですけども、まあ、今回非常に開幕ダッシュもあって、まあ、さっき言われた経過の通りだと思うんですけど、 J1 がもうまさにもう狙える位置にあったと。で、まあ、財政的にもなかなか厳しい部分があると思うんですけども、その強化方針、強化部としてもその何か本気で J1 を狙っていこうという時に、この今回 その前線前半の結果というのは何か変化を起こしてますか。その辺、何か、快進撃を受けてちょっともうちょっと見直さなきゃいけないなとか、もしそういったものがあれば教えてほしいんですけど。前半の好成績を受けて、はい、そういうことです。そうですね、好成績になったのはなぜかということで、好成績になって、まあ、本当に J1 が手の届く位置にみんな感じたと思うんですよね。そうするとよりやっぱりもう一歩が欲しいなっていう気持ちも自然と湧くと思うんですけど、そういったものに関して強化部として何か方針が何かのシーズン途中に変わったものがあったかどうか。そうですね、このままいけるであろうということで、J1 昇格に届く2位以内で終われるように、しようということで、まあ、怪我人が夏の前から、守備の方で多く出ましたので、一つは守備の方の補強を、しないといけないということで、夏の登録ウィンドウで金井隆という選手を取りましたし、まあ、正直もう少し何人かのリストアップはしながら交渉はしてあったんですけれども、前線の方は、武田秀俊というところで、あとブラジル人のビニシウスですね、はい、チームにプラスアルファできる選手を、まあ、もう少し多く取れればよかったんですけども、そこは財政云々というよりお相手とのタイミングとか、はい、お相手選手とのタイミングと、あとお相手選手が別で交渉している別クラブとのやり取りでこう、うちが手が届かなかったとか、そういうこともありましたけど、ただそこにかなう戦力を我々のできる範囲で補強して、それでいけるつもりでいましたけれども、ちょっと現状としてはまだ可能性消えてはないんですけれども、厳しくなってきているのかなっていう現状だと思います。はい、あとその先ほど最後のまあ、トリガーというか引き金は最後の三重戦だった、愛媛戦だったということだったんですけども、その間の7試合の強化部としての総括、まあ、先ほどいくつか触れてましたけども、改めてその7試合交代に至ったその7試合をどう思って交代したのかということを教えてください。はい、9月の4試合は、のうち3試合は、今J1 への昇格争いをまさに繰り広げているクラブです。まあ、10月も1試合はバンオリコフがそうですけれども、ジュビロ磐田京都サンガ、と長崎ですね、はい、長崎3試合でもう一つが間に入って群馬だったんですけれども、ここの4試合はチャレンジをしに行って、まあ、その時点ですでに離され始めていたので、なんとかもう一度追いつくためには上位を食わないといけないですから、そのための戦い、そのための準備、まあ、新しく入れた選手も含め、チャレンジできたと思っています。ただやっぱり1点差ですとか、不運な失点ですとか、タイミングの悪い長崎戦なんかは本当に始まり、
45分の始まりと終わりだけでポポポンと点取られて、あとの時間は普通のゲームなんですけどとか、そういう結果で、まあ仕方ない部分もあるかな。ただそれでもう決定的に離されてしまったんで、10月からの3試合についてはやっぱりその同程度の順位だったり、下の順位のチームなんで、これは必ず勝っていかないといけないっていうゲームの中で、勝てない、かつそのやっぱゴールが出ないですよね、シュートも出ないし、そこがこう改善されていかない、良くなっていかない、上向いていかないということでの評価の結果として愛媛セレの試合の後にということになります。よろしいですかね。はい、はい、細かい話もう言ったんだけど、来年のプレーオフは6位以内というのは来ませんですか。そうですね。あ、これ出していいのか。まあ世の中みんなそう思ってると思います。はい、はい、ラジオキャラ中村と申します。沖縄監督に、はい、はい、まあ、シンプルな質問になると思うんですけど、はい、井口監督と、選手起用の中で違う部分というのがこれから出てくるのかなと、基準として何か分かりやすいと思ったりしますか。そうですね、まあ、もちろん選手は変わってくると思うんですけど、ただこの選手を見て決めるというより、僕はもうこの1週間の中でピッチの中でどれだけしっかりアピールできているか、このピッチの中でどれだけ表現できているか、そこを見て、今回の18人は選びました。なので井口さんと僕がその選手の好みとかそういうのが変わるのはなく、この1週間の中でしっかり、まあ、コンディションも含めいい選手を選びました。これはもう最後の試合まで続けるっていうのは選手にも言ってますし、やっぱりその競争の中で、チームのレベルっていうのは上がっていくと思うんで、そこはみんなで競争してやっていこうっていう話をしています。はい、ありがとうございます。はい、はい、他よろしいでしょうか。あ、よろしいでしょうか。ちょっと質問なんですけども、はい、国際的に、まあ、試合何試合か負ける中で、選手の中からチームが同じ方向を向いていかないと良くならないというようなコメントが出てきたんですが、はい、それ逆を変えたらちょっとバラつきそうになってるっていうふうに捉えているんですが、はい、皆さんの方から見て、まあ、普段の選手の方の時から打ってもらって、選手がまあそう感じているような雰囲気があるのかと思います。そうですね、まあ一番はやっぱりメンタルの部分だと思うんで、やっぱりどうしても勝ってないところで、まあ、いろんな、まあ、選手のやっぱりネガティブな部分とか、そういう言葉がやっぱり多くなっているのは実際ありましたし、僕らもそれに対してしっかりポジティブな部分を促しても、やっぱりどうしても結果が出てないっていう、でそれは何かというと、やっぱり先ほどからお話も出てますが、やっぱりゴールに向かう姿勢が極端に少ない、でやっぱりチャレンジをする今回数もすごい減ってるというふうに思ってますし、で実際どの試合でやっても保持率はあるんですけど、じゃあどこに向かってるって言ったら、やっぱりみんなボールを大事にすぎてゴールに向かってない姿勢が、まあそこが多かったので、もちろん戦術とかそういう部分もありますけど、まずは選手に対してポジティブな声かけをして、しっかりみんなで前に向かっていこうという、まあ、そういう話は今週は特にしています。はい、まあ、樋口監督が樋口さんの方で長年そばで見ていて、まあ、樋口さんの方から学んだことっていうのはございますか。もう本当にずっとこの3年間、まあ、樋口さんがおっしゃってる主体性と一体感、まあ、この言葉はもうミーティングの時にずっと選手に、掲げてる言葉だったので、まあ、そこは自分も本当に大事にしたいと思いますし、やっぱり主体性や一体感がないとチームというのは一つにならないと思うので、そこは引き続き、まあ、貫いてやっていこうかなと思っております。他はよろしいでしょうか。